こんにちは、劇団塚原てなだ。今日はですね、こちら一人遊び研究所。まあ私のですね、一人遊びの定番といえばガンプラを作っていくことなんですけれども、今日はですね、ついにプラモに手を出そうかと。ててさあ、こちら、マスターグレード100分の1ガンダムベース限定のサザビーバージョン過渡期始めスペシャルコーティングマスターグレード。ちょっとすごいね、もうカメラの画面に収まりきらないんじゃないかっていうぐらい MG マスターグレードと呼ばれるものにですね、私こちら初挑戦でございます。スカッシュのですね、動画の企画として購入したものでございますけれども、外出をあまり自粛しているこの期間にこちらを組み立てていこうじゃないかというふうに思っているわけでございます。さあ、このねパッケージもなんていうの、ピッカピカ光ってるよね。早速でけえな、ててー、見てください、この量です。まあ言うても100分の1、今まで私よく作ってるのは144分の1、ちょっとスケールの小さいもので、100分の1はちょっと大きいものになりますから、一個一個のパーツ自体もそもそも大きいというのはもちろんあるんですけれども、すごいですね、そのマスターグレード。マスターグレード。さあ、こちらが、プラモの説明書マニュアルになるわけですけども、こんなこのぐらいの量がございます。これこの間のロングライフルじゃね、100分の1ですけど、見てください、この間のロングライフルがありますね。言うてもマスターグレード、こちらRG リアルグレードのデザインのものより多分古いものにはなります。確かこちらが、そうですね、2013年にはもうモデリングされてるものなので、この上にねパーフェクトグレードっていう PG パーフェクトグレードっていうのがあるんですけど、やっぱマスターグレードはもうガンプラの完成形といっても過言ではないでしょうね。マスターグレードすぐにですね、はいドーンって出来上がるものでもないんで、このですね、まあ、外出自粛してるような期間にちょっとずつ組み立てるにはいいんじゃないかと、皆さんもこのねスタイホーム期間中にプラモを作ってみるのはいいんじゃないかということで、ちょっとずつ組み立てていこうというふうに思います。まあ10ページぐらい進めば御の字でしょうけど、まあちょっとどれぐらいできるのか、だいたい2時間ぐらいを目安にしてやっていこうと思います。では早速行ってみましょう。行くぞ、えいえい、おー、とりあえずはですね、上半身だけ、まあこれバックパックとかもついてないんですけど、まあ言うても上半身だけは、出来上がりました。まあパッチ組ですけどね、
パッチングミで、私最初多分2時間でどれぐらいできるかっていう話をしてたんですけど、ここまでですね、ちょっと止まんなくなっちゃって、4時間はかかりましたね。すごくいい。見てください。この今までにない、なんて言うんだろうな、ロボ感というか、まさにロボット。まあ、このね、メタリックっていうか、このスペシャルコーティングされてるっていうのもあるんで、まあ、そのおかげっていうのもあると思うんですけど、今までのどのガンプラよりも、ロボ感がすごくありますよね。そしてまあ、今100分の1?このまあ、私の父、ジオン大君が宇宙移民し、ちょうどいいサイズ感だなと思ってた。スペースノイトの自治権を地球に要求したとき、ね、父ジオンをザビ家に暗殺された。ロボ感というか、まあ、言うても、そして、そのザビ家一党はジオン公国を兼ね、まあ、地球に独立戦争を仕掛けたのでまあ、こういうですね、その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはそれはいい。切り離した箇所とか、しかしやっぱ、ねまあ、その結果地球連邦政府は増長し、連邦軍の内部を腐敗し、キターンズのような反連邦政府運動、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなし、しやすいんですよね。ちょっとこのこれが難民を生んだ歴史である。本当はこのコーティング、ここに至って私は人類が今後もちろん絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。ちょっとね、そこまでできる私技術がないので、それがなんともアクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の戦争の源である地球に居続ける人々を粛清する。まあ言うてもここのね、だから言ったら諸君自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるためにあと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。アンダーカットっていうか、そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。今日進んだのが6ページぐらいで、あと残り16ページぐらいあるんで、まあ2回目3回目ぐらいまでいきそうな感じありますね。まあ次おそらく下半身、足の組み立て、まあ腰回り、腰の下、腰回りと足回りで、そうですね、そこまでは仕上げたいかな。であとバックパック、バックと武器、ウェポン系はちょっとまた持ち越しになるかもしれませんけど、次回も引き続き組み上げていけたらいいなというふうに思います。さあ、ということで今日は自宅でできる楽しい一人遊び、ガンプラの方を組んでみました。皆さんもぜひこの機会にやってみてください。じゃあね。ここのね、肩の部分とか、これね、動くんですよ。ここのね、中にあるんですよ。中にあるんですよ、ここ。こう、ほら、パカー行って、中にバーニアがあるでしょ。なんか腕の曲がりもね、すごいんだ。